で持っちゃいました。ああ ARP これえ ARP556 もリニューアルですか。そうです。やっばやば。え、あ、M ロックになって、はい、さらに先ほどの新型ストックもつくと。はい、V9。ああ、しかもこれあれじゃないですか、後ろの方 のバックストラップがちょっと増えた形の。それは引き続き。はい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 。で、さっきプレデターでもありましたけど、はい、556は GC シリーズでフルメタルでしたが、はい、今回 2.0 は樹脂。あ、本当だ。ARP556 確かに金属だったのに樹脂になって、はい、しかもね、ちっちゃくてもずっしりしたのがめっちゃ軽くなってる。もっと軽くなりました。はい、ですので、グレードとしては 7.4 ボルトと一緒のオリジナルモーター1万8000が入ってます。はい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 、はい、うわうわ。ということはこのまま使うもよし、はい、973でカスタムするもよし。いやーめっちゃ言ってくれました。ありがとうございます。うわで、やっぱりですね、この樹脂製のレシーバーが選べる、まあその好みによって選べるっていうのは、あの重量の面でもだいぶいいですし、特にあの視聴者の皆さんにお伝えのが、G&G さんの樹脂製のこの表面の質感とってもいいんですよ。ありがとうございます。さらにこのレシーバー自体も、あの実銃の削り出しの強化レシーバーを模した形で肉厚に作られているので、通常の樹脂レシーバーとはもう比較にならないぐらい耐久性がある。これね、あのなかなかねご存知じゃない方もいらっしゃるので、めちゃくちゃ GC の樹脂レシーバーいいです。で今回いろんなその新作に樹脂レシーバーが採用されてめちゃくちゃ嬉しいですね。うわー、これも発売がと、これだけじゃありません。なんすかなんすか。マガジンです。いやいや、マガジンだってほらいつものマガジンじゃないですか。あのパン、このなんですか、持ち手がちょっとあの高級感もある。そうでした、これはいつものマガジンでした。あ、でもパターンです。おなじみのマガジンです。はい、おなじみ の、はい、あの高級感あふれるやつ、はい、でもこれあの握るところがちょうどゴムストラップになってすごい持ちやすいんですよね。で、あのティアノジさんだけどしっかりしてるんでね、こうあのマグウェルと一緒にこうやって持っても、あの感触もいいですし、もう何よりね、樹脂になってくれたからより実践的になって、拡張性しかないです。拡張性も上がりましたし、もうさっきも言った通り軽くてしかもちっちゃくできて、でバッテリーも増えました。新作の V9 ストックで増えました。で、あの M ロック対応で付けられるアクセサリーも増えました。しっかりとあのハンドガードでガードしてくれてる。しかもちょっと入ってるのおしゃれなのね、とってもいいスタイルだと思います。しかもこれかっこいいハンドストップもついてくるんですよね。そうです。わー、豪華ー。これ発売楽しみだな。皆さんもね、ぜひね期待して待っていただきたいと思います。期待してます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、以上爆裂隊から G&G さんのショップのスペースからお届けいたしました。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。